2010年に登場したウィキペディア創設者ジミー・ウェールズからのメッセージをお読みくださいのバナーモバイル機器における表示例寄付のお願いはウィキペディアのウェブサイトに表示されるバナー。寄付広告、寄付バナーとも呼ばれる。ウィキペディアを運営するウィキメディア財団が運営資金を募るためのバナーである。ページ上部に表示され、閉じるツと書かれている部分をクリックすると一時的に 消すことができる。また、アカウントを取得すると二度と表示されない。ジャックとしては、コーヒー一杯の金額で良い。数とが何円寄付すると何時間で、寄付活動が終わる、などが代表的である。寄付バナーは2010年から試験的な運用が始まった。以後、継続的に募金キャンペーンが行われ、定期的にバナーが現れることから、インターネットにおける恒例行事とも言われている。 ウィキペディア存続の危機を訴える寄付バナーには、記事の過読性を損なうことへの批判だけでなく、ウィキメディア財団の財政状態を考えるとむやみに、不安を煽りすぎではないかとの声も上がっている。日本語版ウィキペディアにおいても、通常スマートフォンのスクリーンショット2枚分にもなる、寄付のお願いに対して2020年9月から、寄付圧が以前より強いなどとして、再び話題となっている。 テスト後のメッセージ、一切の広告を掲載いたしません。オンラインのままで、小さな非営利組織寄付バナーは2010年から試験的な運用が始まった。同じ年の12月にはアカウントを取得した、ログインユーザーには寄付のお願いを表示しないことになった。ログインユーザーはすでに寄付を行っている、可能性が高いからである。2011年の年末には、 すべての言語版で数週間にわたってバナーが表示されたが2012年の同じ時期には英語言語過酷に対して9日間だけ表示された2015年には寄付のお願いの運用では A、B テストの結果が重視されると報じられているウィキペディアを運営するウィキメディア財団は寄付によってすべての運営費を調達している コンテンツである記事の編集はすべて無償のボランティアが行うが、サーバー代、プログラム代、人件費、訴訟費用などが運営費で賄われる。その一方で、ウィキペディアのウェブサイトに広告バナーは登場しない。理由としては、中立性、独立性、公平性を維持するため、と説明される。2011年1月1日、ウィキメディア財団は、 およそ50万件の寄付が140カ国から50日間で集まり1600万ドルの資金調達に成功したと発表した。この時の寄付額は平均するとおよそ22ドルであった。また2009年には24万人が合計800万ドルを寄付した。2014年6月の決算でウィキメディア財団の純資産は7700万ドルを超えている。そのため 寄付のお願いは、ウィキペディアの危機を過剰に煽っているのでないかとも、言われてきた。ウィキメディアのソフト開発者であるオリリブネは、財団のメーディングリストに、僕が理解している範囲では、今の我々の財政状態と、お願いにあるような切迫感や懸念は釣り合っていないと、投稿したことがある。莫大な寄付金の使途については、ゴールデンチェアとも揶揄された。 職員一人当たり3200ドルに及ぶ家具の購入費がやり玉に上がったこともある。また IB タイムズのメアリアン・ルッソンは2015年以来のアメリカ国家安全保障局を相手取った訴訟の費用も安価では済まないだろうと推測している。2016年、ウィキメディア財団は日本語版ウィキペディア読者の好むムキーフについて理解を深めるため調査を実施。 資金が主に読者の寄付であることを日本語版利用者が認識していないことが判明したため、ウィキペディアが営利目的ではないこと、サイトの成長や改善が個人の寄付にかかっていることをより明確かつ強力に伝えるメッセージを日本のコンサルタントと連携し作成している。2016年に登場したバナー寄付のお願いには利用者からウィキメディア財団のメーリングリストに うざいと抗議の声が上がったり、文章が A、B テストの結果に頼りすぎているのではないか。そもそも支出が毎年膨れ上がっていることに問題はないかという指摘がなされてきた。2016年9月頃に表示された寄付のお願いは今までで最も大きく、スマートフォンでは半画面または全画面で表示された。多くの人が寄付のお願いを不快に感じている。 日本国内の SNS などでは広告を載せた方がいいのではないかという意見があり。また、ガジェット通信はアフィリエートや Google AdSense などのランダム表示の広告ならば問題ないのではないかと2016年に提案した。その反論もある。日本はアメリカに次いで世界で2番目に Wikipedia へのアクセス数が多い国である。しかし2014年のデータによると ウィキペディアへの寄付総額のうち、日本からの寄付は2%ほどであった。また、財団の調査によると、寄付で運営するということ自体を理解していない人が、日本人の大部分を占めているという。かつてウィキペディア日本語版の管理者であった男性は、広告を載せた場合、記事の執筆や編集を行うユーザーはサイトから離れ、ウィキペディアを公開させるだろうと述べている。一方で、 ウィキメディア財団の資金調達チームに在籍していたピート・フォーサイスは寄付のお願いの文章は一切の広告を掲載いたしませんという広告であり、ウィキペディアの恥だと語った。2011年に表示されたバナーでは、ウィキメディア財団の名誉理事長、ジミー・ウェールズの顔写真が左端に掲載されたため、記事タイトルがあたかも写真のキャプションのように見えることで、笑いの種となった。 そのため、このバナーを全てのウェブページに貼り付ける Google Chrome 用のパロニアドオンやジミー・ウェールズの写真を猫に差し替えるアドオンなどが登場した。ありがとうございます。